が作ってくださったスケビネグレのアドオンでバチバチに戦わしてみたんやけれども、今回はテルーアマンさん作スケビネトイレアドオンにアップデートが入ったちゅうことで、今日はこのアドオンでバチバチ戦わしていきたいと思います。でみんなあっちきが今手元に持ってるこの銃見て、これな、撃ったりもほらバババ撃ったりできんねんけど、この後ねこの武器がまたいろいろ生きてくる境にちょっと覚えててね、みんな。はい、ってことで今日はマインクラフト版スケビネトイレでバチバチ遊んでいきましょう。今チャンネル登録者20万人目のシードで、スケビネトイレが好きな方はチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。おないこか。さあ、じゃあ大量のスケビネトイレがいる中で今回もやっていきましょう。じゃあまずカメラマンチームからやっていきましょうかね。まずシンプルな普通のカメラマン、はい、これね。うわー、もう戦ってるわ。やばいやばいやばい、めっちゃ集まっていってる。やばいやばい、これはな、ちょっと不利やん。こんないろいろ、あーやられた。すごい、ほらやられ方とかもさ、めっちゃ凝ってんねん。倒され方のアップデートが結構すごいのよ。あ、ほら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 、これやる、ほら、ちょっと動いてバーンなると。さあ、じゃあね、みんな、さっきの武器覚えてる？このカメラマンに、この武器ね、このアサルトライフルを、いくで。はい、これ渡したら、ほら見て！ほら！武器ほら！ちゃんと身にまといよんね！これほら！ねな、見て見てほら！邪魔やな！ここにな、トイレットペーパー爆弾もちゃんとついてんねん！頑張れ頑張れ頑張れ！これ、売ってるこれ。ちなみにね、あっちきもほら、こうやって撃って攻撃で、やられてる！あ、めっちゃやられてる！ちょっと待って。こうやって全員にほら、はい。ほら、アサルトライフル。あ、いけ。何してんの何してんのみんな。じゃあ、全員身につけた。いけ、いけ、いけ。撃ってる、撃ってる、ほら。撃ってる、撃ってる、撃ってる。ほら、ほら、ほら、そうそう、ほら。倒していってんで。これ、これ見ておいてや。倒され方もまたすごいから。頑張って、頑張って。はい。ほら、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 流されて、ほら、ほら、すごくない？ちゃんとやられた時流されていきよんねん。いや、これ、ほら、ほら、ほら、流されて、ほら。トイレの残骸めちゃめちゃあるで。さあ、じゃあね、似たような感じで次。ラージカメラマンね。これ普通でしょ、ラージカメラマン。さあ、ここにね、これレーザー行くで。はい。お、ほらほら、見てほら、すごい、ほら、これ見てほら、うわー、お、すごない、これ。めちゃめちゃ強いね、このレーザー。これ70話のパート1のあの、視点になってたカメラマン。すごい。で、ちなみにこれ、あっちきも使えるのよ。ほらほらほら、ほらほら、見てほら。これ、撃ったりできる、ほら。どんな感じ、ほら。でかっ、武器でかみ、いや、でかすぎやろ、これ。ちょっと、でかすぎて使いこなせへんで、これ。いけいけいけ。あ、ほらほらほら、強い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 。これ、めっちゃ使いづらいって。強いんか、ようわからへんけど。さあ、じゃあ次はアップグレードタイタンカメラマン行きましょう。これもね、かなりアップデート入ってるから、みんな見ててや、いくで。まずは普通に、はい。ほい、来た来たよ、すごい、ほら。ガッシャーン、来ると。うわ、すごい、ほら。ハンマーハンマー。ハンマーかっこええおー、すごいすごいすごい、すごいわ、ほら。お、シールドも。すごい、お、ハンマー振ってる、ほら。じゃあ一回アストロ行ってみよう。これどう？おー、アストロすごい、はい、いけいけいけ。おー、すごいよ。一撃や。ほらほらほら。もうほら、アストロなんか余裕。ほら。おー、すごい、これすごいな。これバー出んねん。さあ、じゃあこのアップグレードタイタンカメラマン。実は、一回倒すと、また新しいモードになんのよ。これちょっと見てていくで。はい、倒します。ほら、見て。見て、行くで、行くで、行くで。ほら、ほら、見て、これ。ほら、すごくない？ほら、これ、ほら、ほんで、これ、ほら。ほら、見た、今の。69話、パート2で、ボロボロになったタイタンカメラマンに、サポートとして、新たな武器が追加された、あのシーンを再現してんのよ。じゃあ、このモードになったタイタンカメラマンとサイエンティスト戦わしてみようか。うわ、すごいよ。あ、ほら、肩からも出してる。あれ、すごい。いけ、いけ、いけ、いけ。ほら、肩からも銃出してたな、今。え、これ、攻撃してる？攻撃してないんちゃう？あれ？あれ？サイエンティストとは相性悪いんか？で、サイエンティストも細かく見たらめちゃめちゃリアルやな、これ。んげえリアル。じゃあもう、ハゲッチ行こうか、一回。ハゲッチすげえ。すげえすげえすげえ。これどうや？あ、ほら、これこれこれ、すごいこれ。これ、すげえ。肩から出すやつすごー。さあ、まずはね、これがカメラ、うわー、出してる出してる、3出してたで、今。で、しかもすごいのが、この状態あるやろ。これをね、もう一回倒すわけよ。ほら、ほんなら、見て見て。ほら、親指立てて、その後、ほら、逆にして倒れていくで。やばない、これ。ぶっ倒れてるで。いや、上から見たらすごい絵面やけど。はい、ってことでね、これがカメラマンのアップデートでございました。じゃあ次、スピーカーマンもいっちゃいましょう。じゃあね、こっからスピーカーチームを取って、まずは普通のスピーカーマン。はい。
これね、すごいな。腕ぐねぐねやけど大丈夫これ。いけてる？あ、踊ってんのかこれ。なんか、腕ぐねぐねに見えたけど。すごいことやってるわ。もっと出していこう。なんか、じゃれてんのか戦ってんのかわからへん。さあ、じゃあね、このスピーカーマンも実は、新たな武器を付け加えれると。で、それが、このほら、見て。バット！このバットを、この子に、付けます！ほら、見て！ほら！バット持つね、ほら！で、ちょっとビジュアルも変わんねん。ほら、見て見て、ほら！ほら、こういう感じで、ほら。すごくない？あ、すごい。叩いてる音すごいわ。ほら。バチーン言うてるわ。武器付け加えれんのすごいよな。ほら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 。強いキャラでこう戦わしてみようや。これはどうなるやろ。どう、いける？うわ、これきついか、さすがに。おぉ、いいよ、めっちゃいい戦いしてるね。おぉ、強い。あ、めっちゃ強い。うわ、しかもやられたら、ボロボロなってる。やられたとこ見てみたい。これで、ボロンってやん、ほら、これ。あ、ほら。ちゃんとやられ方まで凝ってると。すげえ。ちょっとラージスピーカーマンも出しとこうか。これもすごいのよ。ちょっと見といてや。ほら。ほら、これな。これ前紹介したと思うけど、やられた時に腕取れんねん。おお、すごい！ちゃんと倒したぜ。さあ、じゃあ次、タイタンスピーカーマンも行きましょうか。これもめちゃめちゃすごい。行くで。まずは普通のタイタンスピーカーマン。はい、どっから。あ、来た。すごい。ほら。すごい動きしてる。めちゃめちゃ回ってるで。うわぁ、めっちゃ回ってるで。縦横無尽やな。ちょっと、ヒドラ、行っちゃって。どう。すごい戦い。すごい。うわ、目回りそうやわ。ちなみに、このタイタンスピーカーマンも、実は倒すとまた変わるのよ。ちょっと行くで。倒しますと。ほら、見てほら、これすごいで。ほら、飛んでくんねん、ほら。すごくないこれ。これもあの69話であったやつ。ちゃんとあいつらは持ってきよんねん。すごないこれ。さあ、じゃあこのもう、うわ、すごい、何今の、何今の。ほら見て、うわ、すげえ、ほら、すごい、やばい、あべえ、すげえ、あの打ち方やってたな、このダダダダの打ち方。はい、これ、すごいわ。これ何回見てもすごい。まあ、これが以上、スピーカーマンチームでございやした。さあ、じゃあ最後、テレビマンチーム行きましょう。テレビマンとテレビウーマンがアップデートが入ったちゅうことで見ていきましょう。じゃあまずはテレビマン。はい、レッツゴー。さあ来たよ。はい、これすごいよな。この出てき方がもうすごいやん。はい、で、エンダーマン来たぞ。あれ？どっから来たんやん。さあ、テレビマンはほら、ナイフ、ほら見て。ナイフ使いよんねん。ほら、テレビマンは今回ナイフを使うようになったと。バズソー行ってみよう。はい、バズソー、これどんな戦いになる？はい、ナイフやな。あ、顔の光線攻撃は使わへん感じかな。どうなる？うおー、あ、いうちよ。次で、テレビウーマンがまたすごいのよ。はい、来たよ。はい、来ました。はい、来た。これテレビウーマンじゃあ行くで。何が変わったかっていうと、いっぱいこうやって出すやん。これ見て、ほら、これあの、グリッチトイレを攻撃した時のやつ。で、ちょっといっぱい出そう、これらどう？すごい煙。これ、うわ、すごい、ほら見て、ほら。回転してる。ほら、すごいよ。あ、やっぱこんだけおると強いな。さあ、じゃあね、今回敵キャラで追加されたやつがおんねんけど。はい、見てこれ、ほらマイケル・ジャクソン・スケベディトイレ。あ、やっぱ強いわ。ほら、マイケル、ほら、見て、ほら、これすごくない？じゃあ、プランジャーマンと戦ってもらうよ。ほら、これ因縁の対決やで。さあ、どうなる？うわ、強い。あ、やられた。めちゃくちゃリアルやん。顔の雰囲気とか、ほら。こんな感じ。さあ、じゃあね、テレビマン言うたらね、もうアップグレードタイタンテレビマン行きましょうや。はい、これ、うおー、すごい。やっぱかっこええなぁ。これちょっと G マン出してみよう。行くで。はい。これどう？これやっぱかっこええの。いけ。さあ、どうなる？あ、戦ってて。これは首は取り外すんかな。うわ、強いわ。あれ、首外さへん。あれタイタンヒーロー全員並べてみようや。よいしょ。はい。じゃあ、タイタンヒーロー全員勝負。あ、取ってる！首取ってるわ、ほら。知らん間に取ってたね、首。あれ、でもなんで首こんなんあんの？顔のモニターじゃないのこれ、あれ？すごい、カオスな空間でございますけれども、今。G マンいっぱい出しとこうか、G マン。いけ。さあ、これどうや？あんま、もうどうなってるかよくわからんけど。で、これ、どっから来てん？これ、モニターよ。すごい、ちゃんと戦ってるけど。タイタンテレビなんか強すぎるな。あー、やっぱすごいわ。あー、やっぱこのメンバー集まったら最強やな。すごいけど。あ、おおやっぱ強いわ。まだ戦ってんの？はい、ってことで、今回のアップデートは以上でございます！ってことで、いかがでしたでしょうか？いや、前のね、ゴジトロー
さんのアップデートもすごかったけど、さすがテルーマンさん、レベルめちゃめちゃ高かったね。特にタイタンカメラマン、タイタンスピーカーマンの一回やられた後のあの武器を補充する演出、あれめちゃめちゃすごかったわ。どうやって作ってんのって感じ。はい、ってことでね、またマインクラフトのスケビリトイレアドオンに新たなアップデートが追加されたら、こういった風に動画撮っていきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほいで！チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。